マーシャとクマ、イエランにて撮影されたもの。マーシャとクマは、ロシアの子供向けのテレビアニメシリーズ。企画は、オレグ・クザフコフによるもので、アニマック・コルドが制作する。書室は2009年。2008年12月18日に、パイロット版が公開され、2009年1月7日に、シリーズとして放送が始まった。マーシャという名前の小さな女の子と、 彼女の父親的役割のクマが引き起こす出来事が主題となっている。このアニメシリーズは 3D コンピュータアニメーションで、モデリング、リギング、アニメーションにはオートデスク社のマヤンが使用されている。レンダリングにはアニマックコルド自身のレンダーファームを使用。ロシアではロシア一の子供番組おやすみなさい子供たち内で放映されている。また、 ロシア国外では100カ国以上で放映されている。アニマックコルドの執行役員であるドミトリ・ロベイコは、イスラム教国でもマーシャがよく知られていることについて、彼女がスカーフかぶって足が隠れているのはラッキーだったと思うと述べた。2009年11月からは、ミステリアズブーカから DVD とブルーレイが発売されている。本シリーズはネットフリックスでも2015年の8月から、 公開された。2013年からは YouTube でも公開されているので、公式サイトにおいて視聴する以外に、YouTube においての視聴も選択できる。また、YouTube においての公式サイトは、となっている。2019年1月時点では76話が制作されており、36カ国語に翻訳され、YouTube での全話再生数は420億回を超える。 2015年現在で最も多くされたエピソードは、マーシャとオカゆである。続いて、メシアがれ、大選択、拾い後、甘い日々、アダブラカタブラ、1、2、3、ヒかれ、クリスマスツリー。二人で一人、遠くの追い、捕まらない復讐者となっている。また、2012年には、マーシャのお話と題する、スピンオフ作品も放映され始めた。マーシャが、お話を、 自分のぬいぐるみに語って聞かせるという形式のもので全26話である。YouTube の公式サイトからアクセスできる。なお、もともとロシアにマーシャとクマという童話がある。森に住むクマのところにマーシャという小さな女の子が迷い込むモチーフは同じだが、童話の中のクマはむしろ悪者でマーシャを女中としてこき使おうとする。サモワールグマのミーシャがよく使っている。 ただし、サイズや形には色々いろいろなものがあり、熊のサモワールは写真のものよりすっと大きなサイズで、形も休憩に近い。ユスマイナス450に狼が住んでいる救急車と同じモデルの汎用自動車。ハリネズミ、マーシャと熊にたびたび登場する。ヨーロッパでは馴染みのある動物の一つ。マーシャは豚とヤギと犬と一緒に住んでいるロシアの女の子である。 森の動物たちは、みんな彼女を怖がっている。というのもマーシャは、いつも無理に自分の遊び相手を務めさせるからである。ある朝マーシャは蝶を見て、それを追っていたところ知らないうちに、熊の家に入り込んでいた。その時熊は釣りに出かけていて留守だった。熊の家で遊んでいる時、マーシャはあちこちをめちゃくちゃに引っかき回すのだった。家に戻ってきた熊は、マーシャのしでかした惨上を見る。 クマはマーシャを追い出そうとするが、うまくいかない。そうしている内マとマーシャは友達になったの内容。各エピソードでは、マーシャは頭がよく親切であるものの、いたずら好きの女の子で自分の周りの世界を探検して回っているとして描かれている。まさにそのことが多くの面白く楽しい状況を作り出す。心優しいクマはいつもマーシャが、 トラブルに陥ることを防ごうとしているが、多くの場合着せずして、彼女のいたずらの犠牲になってしまう。それぞれのエピソードの音楽は、ロシアの作曲家、バシリー・バガチレフによるものである。シリーズの歌の多くは、大選択や、オーケストラのリハーサルの歌や音楽をはじめとして、ロシア国内外でよく知られている。第1話、初めての出会い第3話、1、2、3、惹かれ。 クリスマスツリー。第6話、動物の足跡第17話、マーシャとおかゆシリーズ全体アニマックコルド2010年11月19日に、子供向けゲーム、マーシャとクマから追いつけが発売され、2010年12月には、教育ソフト、マーシャとクマ学校への準備が発売された。2011年には、マーシャとクマから、子供の課題が登場した。2012年12月7日には、 春が来た。おもとにした、マーシャとクマから仲良くなりましょうが発売された。2015年スロバキアのコミュニック社がマーシャとクマの話をもとにしたアイスショーを企画するライセンスを取得した。ショーのタイトルは、表情のマーシャとクマ。2015年10月3日に、スロバキアの個室へで初回のショーを行った。その後チェコ、スロベニア、クロアチア、セルビア、 アラブ首長国連邦、エストニアでもショーが行われた。2017年7月10日、ウクライナのオデッサの公安委員会は、マーシャとクマの放映を禁止する要請を、ウクライナ最高議会、国家映画局、テレビラジオ国会委員会に対して行った。このアニメシリーズは、ロシアのプロパガンダで、大きく、力強く、家などの財産を持っているクマはロシアを、 暗示しているという趣旨である。それに対して、アニマックコルドのドミトリ・ロベイコは、テレビでは放映できなくなるがファンには、YouTube のウクライナ語版を見てもらうことができると、声明を出した。ありがとうございます。